いや、ちょっと今、パニックっちゃったんですけど、えー、うん。はい、えー、対応しました。えー、あっこちゃんさん、よろしくお願いします。えー、かぶくん、皆さん、こんにちは。えー、お着物の、えー、そうですね。 お話に参加させてくださいね。私は佐藤のお稽古に洗濯機で洗える着物を着ています。お着物をことさら構えずに気軽に気楽に着てほしいと思っています。例えば結婚式などでは、とで染めや未婚の女性は振り、袖など華やかなものを着ますね。洋服だとドレッシーなワンピース、着物ファンの憧れの大島袖は。 いくら数十万しても結婚式には切れません。高価なジーンズと同じことです。ガジュアルなフォーマルか見ればわかります。今、古着屋さんも増えたんで、そこでの掘り出し物を探すのも楽しいですよ。店員さんに聞くのもいいですね。ということなんで、うん、結構なんか古着屋さんが増えたっていうのはなんか、あのそういったモードになってきてるんですかね。 うん、大島朝では僕も聞いたことありますね。うん、大島つむりかな、うんえー。マイク・バーティラさんありがとうございます。えー、株君こんばんは、えー。ダブルアクセルは良かったですが、何か焦りで無理はしていませんか、えー、そういう時もあるので、よく食べて寝て体調を整,整えるの方がいいと思いますよ、えー。何事にも焦りは禁物、かえって悪い方向に行ってしまいます。うんまあ、そうですねねまあね なんか無駄に焦ってるっていう感じですけどね。うん。えー、跡部陽子さんありがとうございます。えー、かぶくこんばんは。早食いの話ですか？私は食べるのが遅くて、幼稚園小学校の給食はとても困りました。母の話では幼稚園に私を迎えに行ったのに。 まだ給食を食べていたと大人になって幼稚園の話になると聞かされました。え昔は給食を食べ終わらないと帰れなかったり、え小学校だと給食の後、えー、食べなく、午後の授業が始まりかけたりして、えー、大変でした。 うん、あのー、そうですね。まあ、大体いい食べれないものは机の上に入れて、家に持って帰ったりしましたけど、ああ、そういうことあったんですね。あのー、食べ物ね、ちょっとパンとかね、ちょっと後で食べようって言って、ね、机の中に入れて、ね、いたりも僕もたまにありましたけどね、あの、学校の,その給食とか一部を、こう、パンとか特にね、えー、持って帰って帰り際食べながら帰ったりとかしてましたね。うん。これ、禁止ですけど、今だから入れることですけどね。はい。 えー、斉藤直美さん、ありがとうございます。えー、かぶくん、こんにちは。えー、レモンみかん様が着物のお話をされていたんで、私も参加しますね。えー、少し長くなるかもしれないので、はしょって、強言葉で抜粋するくださいで、ね、ということですね。うん。あ、でも、はしょるってよく言いますよね。うん。あの、東京でもね、聞いたことありますね。はしょるってね。うん。えー、私の母の実家は、京都のど真ん中で歩いて10分くらいで室町です。 その母の実家は、おじさんとおばさんが主軸になってパートさん二人で取って経営する反物、ものですね。着物の生地のクリーニング屋さんで、現在3、三代目になります。今年の1月に亡くなった祖母は、生前、生け花教室に通い、50代で行きつけのお面状を 取得していたこともあり、着付当室の講師としても活動もしていました。だから二十歳の成人式より早めに振り袖を久しい呉服屋さんに頼んで作ってもらって、成人式より半年 半年早くフリー袖が出来上がると、京都の某ホテルで着物賞があるから、身長162センチの私がモデルをすることになりました。それ以来何度か祖母に着物モデルを頼まれましたが、引っ込み治案な私は断り続け始め、別のモデルを見つけたみたいですということですね。なるほど。二重体半ばになると、いまだに決まっていないのに、祖母はいずれいるであろう、訪問着や、 そうですね、え訪問着やあの、えっとえとで、とどめ染めって言うんですかね、計20着ほど作っていただき、27歳での花嫁道具となりました。え着物はえ夏物や合わせるコートなど、え小物帯とか草履。 それからバッグなど、トータルコーディネートするから洋服よりも高額になりやすいですね。うん。あでもなんかもうイメージつきますね。高いっていうイメージはありますけど、まあなんか結構熱くなっちゃう気がするんで、着心地がちょっとどうかっていうね、気はするんですが、私も娘たちの七五三を最後に、え着物は着ていません。うん。 おじさんとおばさんに先日会いましたが、若い世代の着物離れには頭を悩ましていると言っていました。うん、私は娘たちの浴衣,を浴衣を着付けたりしていますが。 うん、やはり古典的な着こなしを提唱しています。いや、でもいいですね。ほんと日本らしさをっていうのを取り戻してほしいですね。えこんなこと言うからダメなんですけど、え祖母も生前言っていたように古典的な着こなしには流行りがありません。え着物の柄も予算に余裕があれば古典柄が日本人の美しさが際立ちます、うん。僕も賛成ですよ。いいと思いますよ。こういった文化とかはね、いいと思うんだよ。 いい,といいと思うんですよ。うん。なので、どん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 もっと良くなっていけばいいかなと思うんですが、なきさばの遺品の大島紬でいいですかね、大島紬は、母がリメイクショップでロングベストやバッグに様相をへと様変わりして活躍中です。伝統と新しいものが共存する街京都とそこに住む人もバランスがいつも難しいみたいですという感じですね。うん あの泣く長くなり亡き、えー、祖母の思い出話を語りましたということですね。うん。なんか最後ちょっと切なくなっちゃったんですけども。うん。でもなんかおばあちゃんもよく言ってますけど、なんか昔着てた着物とかをばらしてこうね、なんか縫い合わせたりとかって言ってましたね。うん。なんかこういったその文化とか、まあ、そういったものはどんどん長く、えー、これからも続いていけばいいかなと思うんで、うん。僕は日本はそういう風になっていってほしいですね。うん。 えー、そしてマイクバーティアさんありがとうございますえカ、ー、ブ君こんばんはウクライナではウクライナ軍がロシア軍をかなり押し返している模様ですうんなんかそうらしいですよねうんロシアは焦っていますえー、徴兵されたくない人はわざとわざと骨折して兵士として役立たないようとしている,いるんですえー、知らなかったそんな感じなんですねわざと骨折するんですねうんいやでもそれもちょっとねちょっと痛いですけど。 うん、何か帝政ロシア末期の状況に似てきました。あそんな感じだったんですね、うんま。わざと骨折っていうのもちょっと痛いですけどね。うん、えベルギー人のご友人と温泉に入るとき、ベルギー人はすっぽんぽんになれるでしょうか。恥ずかしがるんじゃないでしょうかね。いや、分かんないですね。どうなんだろう。うん、入ったことないんで、うんまあ。プールとかはあると思うんですが。 あ,のあるんですけど、あの温泉ですっぽんぽんあるかな、今度は日本にね、多分ベルギー人の友人と行くと思うんですけど、まあ、いつか分かりませんが、まあ、その時に、に、まあ、旅した時に、まあ、多分入ると思うんですよね。うん、で、えっと、そこでちょっと、まあ、どうなるのかなっていう感じですけどね、日本人は早食い、えー、早食いすぎるのは本当にその通りだと思いますよ。うん、ですよね。僕の両親が北欧を旅行した時 とあるレストランでメニューに辛抱強くお貢ぎくださいって日本語で書いてあったそうです、うん、日本では食器を口に持っていく書き込むという習慣がありますが西欧では、えー、食器を口に持っていくというのはマナー違反であくまでもスプーンナイフフォークを使うのがマナーですかですよね、うん、何しろ日本ではスープはみそ汁などと同列で飲むといいますが西欧ではスープはあくまでも食べるものであり えー、その点のハウスの違いが大きいんじゃないでしょうか。ああ、面白いですね。確かに。あ、スープを。あ、確かに。言わないですね。ドリンクスープって言わないですね。言わないかもしれない。うん。スープ食べるって言いますね。イートですね。イーツスープってねス。スープをそう。あでも確かにそうかもしれないですね。日本人は、なんか、スープ飲むって言いますよね。うん。面白いですね。確かに。うん。で、こっからのコメントは、えー、さっき読んだんで、あれなんですけど、こんな感じで。うん。 えー、みーさん、かぶくんも繊細ですよねと、うんまあ、僕もた、まあ、多分繊細な部類なのかもですね。佐坂屋さん、どうもです。か、え、ぶ、ー、さんへ、この動画の9分55秒の、えー、箱根登山鉄道はあ、箱根登山鉄道と呼びますとね、いうことで。うんえー、藤原うまこさん、どうもです。かぶくん、私も3日前からずっと家の中を掃除しています。本当にすっきりします。 いつも出かけ前は家の中は綺麗にしてからじゃないと嫌なんです羽生くんの気持ちよくわかりますねうん。なんか家の中すっきりしないと次に進むことって難しいですよねなんか気持ちの中に雑念があるみたいな感じでカブ君もそうなんですね私はおばあですが羽生くんの写真集は結構持っています羽生くんといえば何といっても練習技ですねずっと前から海外でもあの黒い黒い子は何あそう黒子って結構流行りましたよね何々と注目されて ですわかる気がします。奇妙に目立ちますもの、何せ氷の上に立っただけで不思議なオーラが出てますよね。君丁寧に解説して あさりありがとうございました今夜は気持ちよく眠れそうです明日は安倍さんの国葬儀ですテレビでは何か分かってない人たちが国葬なんとかかんとかと言っていましたがすぐにお葬式はご家族で行われていますご家族様で行われています明日はお別れの会なんです私は明日一般県喧,喧嘩に行きたいなと思っています それではまたということで、うん。で、なんかちょっとだから、まあそんな感じでお別れ会ということなんですが、まあやっぱ国葬の件で、まあいろいろこう反対派がやっぱりいるみたいなんで、まあそのこう、なんか妨害とかちょっと心配ですけどね、何事もなければいいかなとは思うんです、思いますが、うん。あの国葬が長引いた原因っていうのが、長引いたと思うんですけど、その原因っていうのがまた反対派のせいなんでしょうかね、ちょっとそこら辺がわかんないですね。 うん、なんかエリザベス女王の国葬は早かったかなと思うんですけど、あのー、なんだっけ、えっと、なんだっけな、え安倍さんの方は長,長引いてる気がするんですけどね。うん。そやこえー、ソラカエさん、どうもです。株、えー、さんへ訂正です、えー。この動画の34分20秒付近の接種障害は接触障害の誤りで、あ、なるほどですね。うん ゆうううのののややさんどうもです株さんんどもでですすお話読むの難しそうですね、うん、結構難しいですよね。給食当番が懐かしいですね。自分の当番の時は自分のお皿にちょっと多めに入れてましたねお。なるほど。そんな感じでした。でもこ友達にバレると怒られるんで、や、うん、なかったですね。それはさすがに。うん ユーノエアさんどうもです。カブさん、シャックリのギネス世界記録はアメリカのチャールズさんという人で68年間だそうですということ。長っそんな長いんですかえ、68年間ずっとシャックリしたってことなんですか、これ。回数は約 4, 4億3000万回です。すごすぎですね。でも、そんなにシャックリしてたらあの、生きるの大変な気がするんですけどね。ちょっとこれ、驚愕ですね。うん。でも、どうやってあの数えたんですかね うん、すごすぎですね。そらかえー、さん、ゆうのえさんへ、ね、68年間もですかこれでは人生の大半ということでしょうかたぶん、しゃくいのせいで病院にずっといたんじゃないでしょうかね。で、看護師さんとかにあの数えてもらったっていうことでしょうかね。でも、なんでそんなしゃくいが出たのかっていう感じがしますけどね。そらかえー、空海さん、どうもです。 まず、給食について述べていきます。私が卒業した小学校の給食に関しては、美味しかったですね。しかも、学校内に給食室があって、すべてその中で作るため、作りたての熱々の料理が食べることができました。学校によって、給食の質にかなり大きな差がありますよね。もちろん、給食当番もあり、2、3週間に1回は回ってきます。 一方、中学校では給食は希望者のみとなり、給食センターから弁当方式で届くシステムでした。あ、そんな感じだったんですね。なるほど。私は一度も食べたことがありませんでしたが、こちらはいまいちの評判でしたということですね。日本の多くの小中学校で欧米とは異なり、食堂ではなく、給食が導入されている理由は3つあると推測しています。1番目、食育の一環のため。 うん。偏ったバランスにならな,ならないようにすることを子供の頃から学ばせて、えー、将来、生活習慣病に罹患するリスクを低減させる狙いもあると思います。学校に現金を、あ、2番目、学校に現金を持ってこなくて済むようにするため、ああ、なるほどですね。まあ、確かに欧州ではあの 現金を持ってきて買ってますからね。日本の多くの公立小中学校では、現金の時や遠足修学旅行の時などを除いて、現金の持ち込み自体を禁止している学校が多いと思います。あ確かにうん 確かに僕も小中学校の時にお金を持ってきたっていう経験はなかったと思いますね。うん。3番目、共同作業の経験をさせるため、日本では協調性や仲間で協力し合って作業をすることが多いため、それらにならせる目的もあると思います。これは大いに関係あると思いますよね。やっぱ給食当番とか、あと、掃除なんかとかもそうですよね。うん。だから結構こういう協調性とか結構高い気がしますね。みんなでいただきますっていうのも、まあ、日本の特徴かと思いますね。 はいえー、マイク・バーティラさん、こんばんは。えー、カブ君こんばんばはあこれは女中と呼びますということですね、女中、うん。早食いに関しては、元の勤務先の会社では、昼休みは1時間はあるんですが、えー、それでも早食いは多いですね。特に現場の職人さんは本当に早いです。分、えー、分もあれば十分ですね早食いの人には ご飯に味噌汁をかけて、お茶漬けのようにかき込む人もたまに見かけますが、あれって下品だと思いませんかうん。まあ確かにね。うん、思いますよね。まあ僕もそうはいえですね。まあ前ちょっと口の中にお米を入れている状態で味噌汁を飲んでたりもしたんで、まあちょっとそれに言ってるかっていうところもあるんですけどもね。うん。だって作ってくれた人に失礼でしょうに。まあ確かに。うん。亡き父も早食いで困りました。えー、家族の中で一番早いですが、その分せき込むことも多かったんで、 家族みんなからもっとゆっくり食べろと言われ続けていましたが治りませんでしたね父は軍隊経験もありいつ、えー、何時に出発という号令がかかるかもしれず、えー、そのせいもあるかと思いますああそれも考えられますねやっぱりねやっぱそういった時の,その,けあの軍隊の,その訓練とかでも早く食べろっていう,うに常に言われていたんでしょうかねうんあの僕の小1から高3までの同級生に佐道の裏千、えー、家の えー、家,家元がいますが、えーっとですね、彼は本当にゆっくりでしたね、えー。高貴なお方はゆっくりなんですよ。あですよででしょうね、うんまあ、でも多分そういったそのやっぱ軍隊であったりとか、急がないといけなかったり、悠長に食べご飯を食べている場合ではなかったりする方にとってみたら、やっぱりこう人の人生とかの関係あるんでしょうかね。うん でも、今の時代はね、まあ、変わったんですから、別にゆっくり食べてもいいんじゃないかなと思いますけど、た、まあ、多分社会に出て、そういったあの早く食べて、早く仕事をするっていうとこなのかもしれませんよね。うん。我ら、僕ら庶民は、なんで、あせっかちなんやろうか、日米共同訓練は結構頻繁にあって、あ結構やってるんですね。なるほど、日本の周りは危ない国家だらけ、友人は台湾だけです。 うん、食料品などは値段は同じでもよ容量を少なくするステルス値上げが多いみたいですよという感じなんです。ああ、なるほど。でもこれマ、マックのポテトなんかも減ってますよね。うん。まあ、そんな感じで結構なんかね、工夫をしてるみたいですね。だから、ポテトチップスの中身なんかも同じ袋だけの中身は少ないみたいな感じですかね。うん サダカさんどうもです、えー。次に早食いに関する話題です。えー、株さんの体験談ありがとうございます。えー、その程度なら、えー、常識の範囲内だと思います、えー。どうしてもその子の年齢でしたら、些細なことで喧嘩になるのも自然であり、えー、あると思います。 食べるスピードも巨大でかなり大きな差がなかったのも幸いでしたね。幼少期はかなり極端に食べるスピードが遅くていろいろと指摘されることがありました。言いたいことはわかるけど、こっちの事情も分かってほしいなと思うことはありました。以前に就学旅行の話題をしたときに、 京都のマクドナルドでグル,グループを組むことになった時に女子にポテトを強奪された話をしましたが私が食べるスピードが遅いことを把握しての犯行だったと思っていますこの話題をした時にもコメントをした通り私を含む男子3名と女子3名で組みりましたが食べるスピードは女子3名の方が圧倒的に速く男子以上でしたね私を含む男子3名に関しては友人同士で組み友人2人は普通の速さというところでした、うん で小中学校の頃は、私も遅いことに気にしていましたが、こういうことも決しと同じ感じで、基本的に持って生まれたもので、個性の一部であると思うようにしています。私の友人に関しては、知っていて理解もしてくれているんで、特に問題はならないです。一人だけ私よりもさらに遅めの友人がいて、大学の時の友人で、福島県出身の友人です。 私より遅いのは彼が唯一です。野球観戦のため、都内のホテルでツインの部屋で彼と一緒に一泊した際に、登録インの無料朝,朝食バイキングを食べましたが、事前に二人で話し合って決めた条件の時間、6時30分から8時までギリギリまでゆっくりと、しかし大量に食べていて、私より上手だなと思いました。私は60分で食べ終わって、残り30分はややや食休みして、 えっと、待機ししてました、えー、大学の学食でも私が先に食べ終わることが多かったです。えー、日本食の多くは確かに、えー、早食いしやすい料理が多いと思います。えー、しかし、えー、ヨーロッパはピザにしてもスパゲッティにしてもとても早食いなんて無理ですよね。ちなみにごく少数ですが、日本人の中にはスパゲッティを箸で,箸で食べる方がいるより、ああ、そんな感じなんですね、うんえー。大学生の時にコンビニでアルバイトをしていた時に 最初にレジ業務について指導を受けたときに、スパゲッティのお客様にも念のため箸を渡してくださいと指示をされたんで、その理由を尋ねると、ごく稀ではあるけれど、箸を使って食べる人がいるんだよと教わりました。もしこのことをベルギーのご友人の方に教えたら驚くと思います。おお、すごいですねあ。でもなんか日本に売っているスパゲッティは、箸で食べた方が食べやすいものもありそうですね。確かに。うん まあ箸そもそもね、えー、とベルギーでは箸を使える人っていうのは、まあ、限られて言いますけど、あのー、やっぱりこう箸を、ねあのー、食べ物に刺す人が多いですね。うん、あのやっぱり、えー、教えたりとかも、ね、するんですけど、まあ、なかなかね、やっぱ食べ方はちょっと難しいですよ、外人は。うん、あのどうしてもそ食事にこう、まあ、食べ物に箸をこう刺しちゃったりするんですよね。お米とかを ね炊いたりとかししてもお米にこう刺しちゃったりするんですねでそれ死んだ人になっちゃうんでダメって言ってもなんかちょっとえそうなんだとかねあとこう箸とか取る時に同じものをこうねつまむってダメですよねなんかあの骨とかを運ぶときだけだと思うんですけど、まあ、そういったことも平気でやっちゃったりする人やっぱいるんでやっぱ文化のやっぱ違いとかやっぱあってねなかなか知らない人もやっぱいるんでうん。 そんな感じだったりもするんですよね。だから、まあ、結構そこら辺も難しいかなと思います。逆に僕は、あのお好み焼きをですね、まあ、最近箸で食べることがなくなってますね。あのフォークとナイフで食べたりとか、まあ、結構してるんで、なんか最近結構そんな感じになってますね。はい。 えー、マスミンさん、どうもです。えー、毎回だけど、また間違えて編集をしていたから、えー、通知でカブ君からハートマークが来たって、通知が来て速攻でハートマークが消えちゃった。またつけてください。えー、スクーションもし直してくれるとありがたいです。うん、あでもそれはちょっとこれ、読み終わった後は、ちょっと、えー、なかなかちょっと難しいんですが、私の編集中はカブ君の画面はどうなっているの最初までオリジナルのままということなんですが、えっと とハートマークを押した後に関しては、えっと、多分そうですね、オリジナルのままかなとは思いますね、多分。うん